どうも、ボブホーナーです。違うか。吉田サラダです。We love スワローズ。っていうことで、元ヤクルトスワローズの上田剛志選手がツイッターやってるんですよ。あのね、インスタは有名なんですけど、ツイッターまたね、新しく始めまして、そのツイッターでですね、青木選手がゴールデングラブ賞を取った画像を載せてるんですね。その画像を載せるのはいいじゃないですか。やっぱりね、もう一番お世話になった先輩、師匠みたいな先輩ですよ。その師匠が取ったということでね、上田剛志も嬉しい。嬉しかったんだと思います。その画像を載せてるんですけど、そこに書いてる文が、このお方の守備固めをしてた俺って書いてあるんですよ。おいおい強し、何を言ってほしいんだよお前はみたいな、もうくすぐられまくりまして、でその後に、いやいやそんなおこがましい、青木選手は球際めちゃくちゃ強いからみたいな書いてるんですけど、おい何を言ってほしいんだおいおいみたいな、やっぱコメント見たらね、そのくすぐられた感じで反応したファンの方たちが、いや上田選手の守備は本当にすごかったですとか、青木選手がゴールデングラブ賞なら上田選手はプラチナグラブ賞ですよとか書いてくれてるんですよ。まあもうぐわーって調子乗んだよって思いまして、僕も青木選手はゴールデングラブ賞やけど、お前は怪我に気をつけましょうやとか書こうかなと思ってたらまた上田剛志がつぶやきまして、それも画像付きですよ。自分があのフェンスに激突しながら怪我しながら撮った写真と全く一緒のような、フェンスに、激突してるんですけど怪我せずにちゃんと撮ってる青木選手の写真を2つ出して、これがゴールデングラブ賞と知人男性の違いですって、ちゃんと自分で落ち着けてるんですよ。悔しい、面白い、腹立つ腹立ちますね。書こうと思ってた、もうやめましたよ。もう自分で落ち着けてんかい思って。いやー、上田剛志のねツイッター面白いんで、皆さんぜひチェックしてみてください。あの、僕も細々とツイッターもやってますんで、吉田サラダで検索よろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日は以上です。ゴーゴースワローズ。